グレートイースタンは1858年に浸水した19世紀最大級の蒸気船である。客船として大西洋の航海に使用された後、海底ケーブル付設船として活用された。設計はイザムバードキングダムブルネルによる、総トン数19000トン級、全長200メートル上という完成当時、世界最大の蒸気船であり、 それまで最大級の蒸気船と比較しても6倍近い大きさであった。解体された1889年の時点でもまだ世界最大の地位にあった。当初はリバイアさんという名が付けられていたがやがてグレートイースタンと呼ばれるようになった。これは製造会社であるイースタン蒸気航海会社とブルネルが過去に設計したグレート ブリテニアグレートエイスタンの名前から取られたものと考えられている。グレートイースタンの断面図ロンドンサイエンスミュージアムのグレートイースタンの模型グレートイースタンは建造当時としては他に類を見ない巨大船であったが船としての構成は当時の蒸気船としては標準的なもので外観そのものは平凡なデザインである。大規模な上構えを持たないため看板上には 煙突と小柱の他には目立った突起物はない。還元が高く、船室やサロンといった旅客用の設備は船体内にあった。また、上甲板の原則縁には多数の救命ボートが吊り下げ式にかかり止め、もしくは甲板状に積載されていた。船体は鉄板を使用した二重構造となっている。鉄板の厚さは外側が2センチメートル。 内側が1 5トル、板の間隔は8 5トル。さらに船体には横方向に10箇所、縦方向に2箇所の内壁を作り、水密性を確保している。船内は1等800名、2等2000名、3等1200名の合計4000名が収容できた。また船には長さ2 0ル、幅1 4ル。 高さ4メートルのグランドサロンがあった。推進機関としては、スクリュー一軸と両側面の外輪を併用した。この時点で、1845年のイギリス海軍による同級外輪船とスクリュー船の性能試験によって、スクリュー推進の優位性は判明していたが、これほどの大型船をスクリューのみで設計した場合、当時はスクリュープロペラが巨大なものになり、浅瀬でプロペラが 水面から大きく上に出てしまうという問題が発生するためである。動力用に10個のボイラーが使用されており、そこから5本の煙突が線上まで立てられている。レシプロ式蒸気機関はスクリュー用と外輪用で個別に搭載。スクリュー用の単純な垂直シリンダ型機関分が4890ビット HP。 外輪用のシリンダ用動型機関分が3 4 1 0ビット h p と、それで合計 8000bitHP を交渉した。また、蒸気船でありながら6本のマストを持っており、これは5本の煙突とともにこの船の外観上の目立った特徴となっている。19世紀の蒸気船においては穂を持っていることは珍しくなかった。しかし穂の大きさは5400平方メートルと、 この船を動かすには大きさが足りず、ほとんど使われなかったための地に帆は戦争に収納された。設計者のアケイ・ブルネル1857年、グレートイースタンの浸水式に臨んだ。サイの撮影後ろの大きな鎖は浸水時のドラッグチェーン。1850年代に入る頃、オーストラリアでゴールドラッシュが起こり、英国とオーストラリアを結ぶ。 長距離航路への需要が高まった。しかし、当時の蒸気船では英国からオーストラリアへ向かうためには、途中のケープタウンで燃料である石炭を補給する必要があった。そしてこの石炭は英国からケープタウンまで小船で運ばなければならず、確保には手間がかかった。そのためこの航路においては、蒸気船よりも小船の方が主流であった。 そこに目をつけたのが設計者のブルネルであった。ブルネルは以前から船に詰める燃料などの容量は船の長さの3乗に比例。つまり大きい船ほど経済的だということになる。ブルネルはこの理論をもとにグレートウエスタン、グレートブリテンという2層の大型蒸気船を作り上げていた。そこでブルネルはこの理論をもとに オーストラリアまで燃料を補給せずに、航海できる蒸気船はできないかと考えた。こうして1852年に設計されたのが、グレートイースタンである。この船の建造を引き受けたのは、イースタン蒸気航海会社で、ブルネルは、同社の技師長となった。建造は主に、ジョン・スコット・ラッセルが担当した。ラッセルのミルウォールの造船所は小さすぎたため、 その隣にあったデビット・ナイピアの造船所で、グレート・イースタンは建造された。二つの造船所の間に、資材運搬用の鉄道が付設された。1854年2月、工事が始められた。巨大な蒸気船の建造工事は話題となり、現場には多くの見物客が押し寄せ、新聞や雑誌でも多く取り上げられた。 工事は2000人近くの労働者によって行われていたが、ブルネルとラッセルは業務面において次第に対立するようになった。そして建設途中の1856年2月、経営上の問題から突然ラッセルが引退し、作業員は全員解雇された。そのため作業は一時3ヶ月にわたり中断された。再開後はブルネルがラッセルの役割を引き継ぎ、 1857年、この船は浸水可能な状態までこぎつけた。浸水前のグレートイースタン浸水作業は1857年10月に行われる予定であったが、工事の遅れなどで実際に作業が開始されたのは11月3日であった。当時の浸水は、斜面を利用して船尾から浸水させる方法と、あらかじめ船をドライドック内で建造して、 水に浮かべる方法の二通りあった。しかしグレートイースタンは、その巨大さゆえに、どちらの方法も取ることができず、横向きにして、斜面を移動させる、浸水方法を取った。数千人の観客が見守る中で作業は行われたが、船は1.2メートル進んだ地点で動かなくなり、しかも作業中の事故により5名の負傷者が出てしまった。結局この日の浸水は、失敗に終わった。 その後、数度にわたる挑戦で、船は徐々に川へと近づいていった。そして、1858年1月30日、ようやく浸水に成功した。船はそのまま、デトフォードのドックに係留された。船はまだ完成には至っていなかったので、浸水後も工事を行う必要があった。しかし、これまでの工事の遅れなどの影響により、 すでに予算の2倍近い金額が費やされていた。そのため、イースタンジ気航機構会社は破産の危機を迎えた。ブルネルは新会社、グレートシップ会社を立ち上げ、資本金34万ポンドを募ることでこの事態を乗り切った。しかしブルネルは、連日の過労が、たたり、長期にわたる療養を余儀なくされた。療養中は、 再び役員として迎えられたラッセルラにより作業が進められた。1859年5月にはブルネルも復帰し、8月に工事が完了した。そして9月7日に試運転を行った。しかし試運転の前日、ブルネルは船内の最終点検を行っていた時、心臓発作により甲板上で倒れ病院へ運ばれた。そのためブルネルは グレートイースタンの試運転を見ることはできなかった。試運転は多くの見物人の中で行われた。ところが、運転途中にグレートイースタンの煙突が吹き飛び、作業員に死者数名、負傷者十数名を出す大災害となった。給水管が密閉された状態でボイラー水が加熱されたことが事故の原因であった。ブルネルは平等でこの事故の方を聞き、 9月15日に53歳で息を引き取った。グレートシップ会社は財政難により試運転での船の損傷を完全に治すことはできなかった。このことによってグレートイースタンは当初の目的であったオーストラリアへの就航は不可能になった。そのためこの船は大西洋航路へと回されることとなった。1860年6月17日。 グレートイースタンはサザンプトンからニューヨークへ向けて諸女公開を行った。乗客は43人であった。これは試運転の事故が影響してで市民が乗船を敬遠した上に出版日が遅れたため大半の乗客が乗船をキャンセルしたためである。とはいえニューヨークではこの船は大歓迎を受けた。6月28日に入港すると ハミルトン要塞は、礼法で迎えた。港はこの船を一目見ようと、多くの人で賑わい、船の周りを見物客が乗る小船で取り囲んだ。この人気を利用して、グレートシップ会社は、有料で船内を公開させるなど、資金の確保に努め、ある程度の成果を得ることができた。<laughs> しかし、公開における乗船率はその後もかんばしくなかった。 大西洋航路は当時多数の船が就航している激戦航路であり、そこにグレートイースタンを満員にできるほどの乗客を新たに確保することはできなかったのである。さらに、1861年には大嵐に遭い、船は終前に8ヶ月を要する大きな被害を出した。さらに翌年には当時の地図に載っていない暗礁にぶつかり、 船底に穴を開けるという事故も起こした。この二つの事故により、グレートシップ会社は13万ポンドの損害を被った。そして1864年、グレートシップ会社は倒産した。グレートイースタンは競売にかけられることになった。グレートイースタンが競売にかけられていた頃、英国では大西洋横断電信ケーブルの付設計画が進められていた。 この事業は1856年に始まり、1858年に一旦敷設に成功したが、このケーブルは2ヶ月余りで普通となってしまった。そのため、新たに改良したケーブルを製作し、敷設を行うことになったが、ケーブルを敷設するためには、大型の船が必要であった。大西洋横断ケーブル敷設事業の責任者であったサイラス・フィールドは、 海底ケーブル付設船としてグレートイースタンに目をつけた。また、旧グレートシップ会社の役員たちもケーブル付設船としての活用に期待して新会社を作ってグレートイースタンを2万5000ポンドで買い戻した。フィールドはこの会社と契約を結び、1865年に大西洋横断電信ケーブルの付設作業を行った。1865年の敷設作業では、 敷設途中でケーブルが切れたため失敗に終わったが、翌年の敷設作業は成功し、ヨーロッパと北アメリカ大陸は電信網で結ばれた。グレートイースタンはその後も大西洋横断電信ケーブルやスウェズからムンバイへのケーブル敷設に使用され、またケーブルの補修作業にも当たった。なお、グレートイースタンはこの期間中にも一度だけ客船として使用されたことがある。 1867年、フランスの大博覧会に使用するため、フランス政府によってチャーターされたのである。グレート・イースタンは、フランス、ニューヨーク間を往復し、乗客の中には、ジュール・ベルヌもいた。ベルヌは、その後、グレート・イースタンを舞台にした、小説、洋上都市を執筆している。この航海は、無事に終えたが、改装費用やニューヨーク公在博の費用がかさみ、 グレートイースタン会社は倒産した。そして、これが客船としてのグレートイースタンの最後の大西洋航海であった。1870年代、ケーブルの付設線用のケーブル付設船が登場するようになると、グレートイースタンは使用されなくなり、12年間に渡り港に係留された。1886年、 リバプールの博覧会で小ボートとして使用されることが決まり、グレートイースタンは久々に活躍の場を与えられた。この企画は成功したが、その後はこの船は有効に活用されることなく、最終的に1889年リバプールにおいて解体された。解体作業中に造船時に閉じ込められた作業員の骨が見つかったという話も伝えられている。 事故の多さや不遇な船歴とも相まってこの船についてはオカルト的な逸話が多く語られている。チャールズ・パーソンズによって描かれたグレート・イースタン・グレート・イースタンは非常に頑丈な船であった。例えば1862年の船底に穴を開ける事故は普通の大きさの船であれば沈没していたと考えられているがグレート・イースタンは 船底の二重構造のおかげで、ぶつかった時に船体が傾いただけで船内には影響を与えず、船はそのままニューヨークへ入港している。数々の災害に遭いながらもグレートシップ会社が多額の修繕費をかけてこの船を存命させたのは、こういったたくましさに執着を持ったことも理由の一つと考えられている。ロルトは仮にグレートイースタンが、 タイタニックが沈没した時と同じ状況に置かれた場合でもタイタニックと同じ運命をたどったかどうかは疑問だとしている推進に関しては当時最大の動力源を備えていたがそれでも不足気味であったこの理由として航海速度を14ノットと設定したことが挙げられる富田正宏はこれを仮に12ノット以下まで落とした場合スクリューと外輪を併用することなく スクリューのみでも必要な水力を得られたと算出している。グレートインスタンが建造途中だった1857年、ブルネルにこの船の利用価値を尋ねられた WS リンジーは船としての見込みは全くないから海岸でホテルとして活用するなどの方法しかないと回答している。また、同じく建造途中の1858年、デッドフォードにおいて サイラス・フィールドがブルネルに大西洋横断電信ケーブルの敷設のための船はないか尋ねたところ、ブルネルはグレート・イースタンを指さし、それならこの船ですと答えたという。この両者の発言はどちらも的中する形となった。リンジーの指摘通り、グレート・イースタンは客船として商業的な成功を収められなかった。その要因の一つとして本来の目的である。 オーストラリア航路に就航できなかったことがある。諸女航海で大西洋航路が選ばれたのは所有会社の経済的な問題であったが、その後もオーストラリア航路に着けなかったのはスエズ運河の開通が大きい。1869年に完成したスエズ運河によってオーストラリア航路は従来の希望本間りからこの運河を通るルートへと移っていった。しかしグレートイースタンは その大きさから、スエズ運河を通ることはできなかったのである。失敗した他の要因として、ブルネルが航海に必要な石炭の量を過小に産出したことや、造船時の経営管理の欠如などが挙げられている。グレートイースタンを直接見た日本人はほとんど存在しないが、その例外が、ニーミーマサオキ、村垣のリマサラの万延元年検米施設一行である。 施設団は1860年6月17日から29日までニューヨークに滞在し、出発前日の28日に、諸女公会でニューヨークに入港してきたグレートイースタンを見物している。その様子は、村垣の公開日記に記されている。また、御運転貞秀は1864年に、僕と仕方国大戦の図と題した浮世絵で、グレートイースタンを描いている。 サダヒは、グレートイースタンを直接見てはおらず、フランク・レズリー・エイリ新聞社が出版した、洋書、図節上記線グレートイースタン号の絵を参考にして、制作したと考えられている。ありがとうございます。